ラップストリーム生放送でお送りしてきました、司会は私サイプレス上野です。長い時間お付き合いありがとうございました。そしてゲストにくれたプライマル君、ラップストリームコーサインワニュードありがとうございました。 DJ はじめさんも今もうハーレム向かってるかもしれないですけどありがとうございました、そして俺たちのね、あのサウトロイシミツオールグッドみんなもリリースされますんで、あの発売日言ってなかったけど9月の11日に発売されますんで、ぜひチェックしてください、そして、ラップストリーム交際に特別版としてやったね、あのハイスクールラップもあのもうすでに出てますんでチェックしてください、情報はこれ大丈夫ですよね、もう全部言いましたよね、そういうわけで来月は、9月19日にお会いしましょう。ありがとうございましたと言いたいところですが、ね、皆さん9月19日の木曜日になぜやるかと、まずは目の前にあるカレンダーを開いてもらってもいいですか。携帯でも何でもいいですけど、9月1日日曜日見落とすよね。なんでそこに日曜日あんのって思うよね。え、そこ日曜日あんのみたいな。え、9月1日日曜日ってあんのって、今までの歴史で9月1日日曜日ってあんのみたいな。8月31日に泣きながら宿題やってた俺たちに9月日曜日なんて福音ってあるのっていう、そんなもん今までの地球が生まれてからこの暦でありません。なので俺はそのまま生きてきて9月22日の第4日曜日、それを第5日曜日と完全に勘違いしててこのパーティーを入れたぜ。人生最大のビッグパーティー、サイプレス上野結婚式ピアーチピアーチ、みんな8押してくれ、8888、なんかライトが消えたぜ、ムーディーだぜ、イエー。とりあえず皆さん本当にすいませんでした清掃でやってまいりましたけど、おい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 、何かが入ってきた。これあれでしょ、横浜大花火で使う人間バカに先駆けてのこの持ったら爆発するとかそういうものじゃないですか。こういう時何歌うんですかこれは。ハッピー、あ違う、ハッピーバースでしたそれ。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当になんかね、自分みたいな。若干変者ですけれども、まさかこのポーズ何なんだって感じだけどあのね、あすいませんね、顔面ケーキはねこの間誕生日でやらせていただきましたんで美味しくいただきたいと思いますけれども、私ことですけれども、こういうのに公表するのはまあどうかなと思って自分のラジオでも言ってなかったですけど、大チョンボ、人生一番大事なことにね、このラップストリームをね日を間違えるという大チョンボ、自分の仕事もままならやつがこのまま女を幸せにできるのかと、そういう感じでございますけど、今日は清掃でね、あんまり舐めた格好じゃない感じで来てるんで、皆さんそこら辺は、よろしくお願いします。よっしゃっしゃすって感じで、来月の放送は9月19日土曜日になります、サイブレスと木曜日ですね、木曜日になります、平日になりますけれども、本当にUC さんの都合とかもありまして、ちょっと本当に俺のね本当に大チョンボでこういう風になってしまいましたけども、これ見てる人たち、もしよかったら19日見て、あまたこいつでちょっと祝ってあげようなと思ったら、2次会みんな来ていいから来て、うん、ベイサイド横浜、4時から、そして5時開演って感じなんで、男9000円、女7000円ということで、本当にねマジで普段見れないライブ見れるよ、やばいよっていうねパーティーやろうと思ってまして、毎日ヒーヒーでございますが、来月は9月22日から9月19日の木曜日にスライドさせていただきます。もちろん私たちの挙式の模様はこのラップストリームで余すところなく生放送、いやないないいやけどアイリーは喜んでるから、わーいって俺とお前だぞ、ああ違う違う、あガソリン投下してやるぜ、イエーイ、もう炎上ですね本当に。そういうわけで、皆さん本当に今日は最後までお付き合いありがとうございました、来月9月19日木曜日にお会いしましょう、最後に1曲、ね、お届けしたいと思います。エルボーカルが以前からこうなったクレバフルプロデュースで9月11日にアルバムをリリースします。そのアルバムからの先行シングルが iTunes で配信中、その曲を聴いてお別れしたいと思います。エルボーカルでYo, you! Arshap!